国文学研究資料館古典資料目録係の小宮山と申します。本日は国文献のデータベースを使いこなすということで、歴史的典籍ネットワーク事業と国書データベースと題し、この3月に公開した国書データベースについてご紹介いたします。本日は、日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画の進捗状況、国書データベース、データベースの今後の展望についてお話しいたします。まず、歴史的典籍ネットワーク事業の進捗や、近年の連携事例をご報告いたします。本事業は、2014年度に開始し、2023年度で最終年度の10年目を迎えます。来年2024年3月までには、目標としていた30万点の古典籍画像の収集を終え、2025年3月をめどに公開も完了する予定です。9月末時点では約25万点、画像で2600万枚程度のデータを公開しております。本事業や国文献全体として多くの海外機関にご協力いただいております。国内でも拠点20大学をはじめ、多くの古典籍所蔵機関と覚書を交わし、資料収集等を協力いただいております。皆様のご協力に感謝申し上げます。近年の連携事例としては、大英図書館が挙げられます。現在、当館データベースから、大英図書館所蔵の古典籍56点の画像を公開しています。本件は協定を交わして共同研究として実施し、大英図書館からは過去撮影された画像や冊子体目録からデータ化された書誌データを提供いただけました。国文献の予算からは新規の撮影を行っております。当館データベースからの公開にあたっては、書誌を国文献独自形式に落とし込んでおります。イギリスと日本と遠距離ではありますが、ズームとオンライン会議ツールを活用して打ち合わせを重ねながら作業を進めることができました。続いて、古典籍データ等を収録している当館のデータベース、国書データベースについて紹介いたします。国書データベースは、今年2023年3月1日に公開した、当館で収集してきた古典籍の書誌や画像等データを一元的に利用できるデータベースで、従来提供してきた古典籍関係のデータベースを統合したものです。なお、国際研究集会ということで、スライドでは英語版の画面を表示していますが、いずれも日本語ページもあります。国書データベースは、統合元データベースの機能を引き継ぎ、書誌や転居情報、一部資料はアノテーションや本国全文データからの検索が可能です。画像ビューアは、IIIF 対応の Mirador 3を導入しました。DOI 付与も継続しております。具体的な利用方法を PDF 形式で公開しています。データベースリニューへのメニューアイコンをクリックして、ユーザーガイドを選ぶと、各種マニュアルへのリンクがあります。一番上にあるのがデータベース全般のユーザーガイドです。こちらを参照の上、データベースをご活用いただければと思います。また、日本語版にあたる使い方ページには、データベースの基本的な使い方を紹介した動画も載せています。こちらも合わせてご参照ください。システムの特徴としては、検索エンジンに PG-LUNGA を導入して、日本語検索の高速化を実現したこと、アプリケーションフレームワークとして、ララベルや Vue.js を使用しており、機能追加やインターフェースの変更に際して、開発効率を向上したことなどが挙げられます。機能の開発修正を国文献内部でも実施するようになったことで、修正対応もスピードアップしました。
当館システム担当者作成の動画も公開していますので、詳細が気になる方はそちらもご覧ください。外部サービスとの連携も継続しています。NII のサイニーとの連携では、書士作成の際、当館の著作データを古典資料の統一署名転居とされています。ERDBJP との連携では、サイニー修正資料を国書データベースで公開している場合、サイニーの検索結果から国書データベースの画像公開ページへリンクされるようになっています。ジャパンナレッジでは、著作データ50万件を登録いただき、人文学オープンデータ共同利用センターでも、当館所要資料約3000点の全冊画像を登録し、ダウンロード可能にしていただいています。国立国会図書館では、NDL オーソリティーズで、当館の著作、著者データを、転居データとして整備いただいております。続いて、国書データベース公開の経緯と、近況をお話しします。当館では、これまで提供してきたデータベースの統合整理を進めております。国書データベースは、新日本古典籍総合データベースと、日本古典籍総合目録データベースを統合したものです。さらに、7月の24日に、後日キー版欧州所在日本古書総合目録のデータを統合いたしました。後日キー版については、3月に公開停止した時点での全件データを、当館機関リポジトリからダウンロードできるようにしています。左上に挙げたものは、データベースとしての公開を停止し、収録データをリポジトリから公開しています。このうち、蔵書院データベースは、人文情報学研究所の蔵書院ツールコレクションから公開いただいています。また、左下、論文データベースは、国文学とアーカイブズとを統合しました。右上、歴史資料関係のデータベースは、収蔵歴史アーカイブズデータベースに統合いたしました。右下に挙げたものは、公開停止としたデータベースです。有用なものではありますが、コンテンツの権利関係やシステムプログラムの都合上、やむなく取り下げとなりました。詳細は当館ウェブサイトのお知らせもご参照ください。リポジトリから公開しているコンテンツデータはテキストデータです。Excel で表形式に展開していただくと使い勝手が良くなるかと思います。データをダウンロードしたら、Excel のデータタブから利用するファイル種別としてテキストを選択します。リポジトリからダウンロードしたファイルを選んだら、ユニコード UTF-8 を選択してインポートしてください。データベース内の話に戻り、データベース上での後日キー版データの検索方法をご紹介します。まず、機関別のデータ検索方法です。トップページ右上メニューから、ユーザーガイドページを開くと、上から3つ目に、後日キー版データの機関等リストが掲載されています。こちらを開くと、国記号と機関記号を確認できます。これらをスラッシュでつないで入力し、検索対象をビブリオとして検索することで、特定機関の資料を一括で検索できます。後日キー版から収録した書誌には、共通の中記を入れてありますので、後日キーをキーワードとして検索すれば、後日キー版の全件がヒットします。全件データを検索し、絞り込んでいく場合、検索結果のアドバンストサーチをクリックすると、署名、著者名での絞り込み検索ができます。また、左のファセットから、官本のみ、写本のみといった絞り込みも可能です。現状は、残念ながら地域別の絞り込み機能はございません。今後の検討のため、機能へのご意見等をお寄せいただければと思います。データベース全体としては、画像公開をさせていただいている場合、期間別に公開資料リストを掲載しています。右上のメニューから、Image Use Conditions Non-NIGL を選択すると、期間が一覧で表示されます。この中から各期間のリストをクリックすると、
画像公開している資料のリストが確認できます。続いて、最近の動向です。日本では、持続可能性のあるメタデータ流通実現のため、国立国会図書館等が中心となって、メタデータ流通ガイドラインの整備を進めています。この6月には、固定石碑が公開されました。検討には国文献も協力させていただいております。当館では、ガイドラインの項目を共通項目、その他の項目を当館独自項目として、事業種別にガイドラインを作成して運用することを検討しています。メタデータを整備することで、外部サービスとの互換性を確保していきたいと考えております。特に1段目、海外機関のデジタルアーカイブとの連携を進めていくために、マーク21と国際的に使用されているメタデータスキーマとの互換性確保には力を入れていきたいです。当館の公開データ利用促進のため、利用条件の整理も進めております。条件を明示する対象を画像だけでなく、書誌等にも拡大し、条件についても古典籍資料にはクリエイティブコモンズライセンスはそぐわないといった事情もあり、ライツステートメンツの導入など考えていきます。こちらは2024年以降の適用を目指し、検討中です。利活用促進としてもう一点、API の構築も考えています。現在提供している画像 API のほか、データベースの検索結果を取り出せる API、書誌データやその更新データを取り出せるデータ連携用の API 等、2025年にかけて整備してまいります。この構築により連携先が広がれば、当館データの発見可能性と利用の向上が期待されます。ここまで当館事業や国書データベースについてお話ししてまいりました。当館で収集公開したデータをぜひご活用ください。また、ご所蔵機関に古典籍をお持ちの場合には、国書データベースとの連携もご検討いただけますと幸いです。ご所蔵機関の古典籍のデジタル画像や研究情報を国書データベースから公開することで、より幅広いユーザーからのアクセスが見込まれ、また、資料の所在が公になることで、共同研究への発展などもあり得るかと思います。データ公開にあたっては、書誌や画像データのご提供をお願いできればと思いますが、各機関の状況に応じた対応も検討できることがありますので、ご興味をお持ちいただけましたら、ご所属先の担当者様や当館へぜひご相談ください。国書データベースに関するお問い合わせやご意見は、こちらのメールアドレスへお寄せください。ご清聴いただきありがとうございました。